いやー、皆さんようこそ。今回もポルトガル大使を抱け、ポルトガルの野望アンビシャスやっていきましょう。前回はこのつくしという城を落としましたね。次どこを落とすのか。南にある魚とは友好関係を結べているので、ここは攻めない方がいいですね。そうなると消去法で大内家ですね。大内家のパワーは無力って書いてありますね。潰すしかないな。で、大内家行きましょう。ただ、宗教を植民していかなきゃいけないので、あ、これまずいな。この肥前は、キリシタンの数が少ないので、民心が少ないですね。これもう反乱起こっても、致し方ない状況になってるな。税金を下げて免税してもこれですから、しばらく内政のターンになりますね。チャペルを建てたので、宣教師を雇いたいんですが、宣教師今枠がないから雇えないって書いてありますね。しょうがないんで、五島列島の宣教師をここに持ってこようかな。お、見てくれ。もうすでに五島列島、キリシタン 100% になった。完全にキリスト教の島になってしまったよ。映画サイレンス。はい、上様。殿、次のご命令はいかに？次のご命令はいかに？光栄の至りに存じます。で、この宣教師をちょっと待ってくれ。今から宣教師をね、肥前の方に持っていきたいと思います。植民始めましょう。植民している間に大内家との戦争が始まってはいけないので、和平とかトレードとかなんかを申し出てみようかな。貴殿の商品は最高品質とは言えないと以前耳にしたことがある。よっていな、交易はなしだ。お前のところよりはいいと思うぞ。サガラと通商協定結んでおこうかな。もう一回。貴殿は交易や貴殿を潤わせるだろうな。だが今はそれは我らのためにはならないのだ。南蛮交易に手を出さないなんて理解しがたいよ。とりあえずクルーをね、しまっておこう。そうするとしよう。それまでは、免税ですね。免税してなんとか、民心耐えましょう。パイクマン雇っておくか。これ維持費いくつだ ?135。あれそんなに高くはないな。侍もうちょっと高かったような気がするな。じゃあ内政しますか。あ、お金ないから次のターンですね。で、ターン終了ですね。あ、ちょっと待ってくれ。技術は？あ、これですね。全弓部隊の最装置速度がプラス 10%。我々で言うとマスケットの弾を詰める時間が 10% 速くなるんですね。これを取りましょう。どうにかしてね、サガラがね、でかくなっちゃ困るんですよね。サガラとは、まあ、仲いいわけですけど、肥前が、もうちょっとで、反乱を起こすようですね。神官を望む、殿。聞くところによると、殿の中心の息子の一人は優れた武人であるようです。彼は、殿、ひいて、一族に自らの価値をお見せしたいと強く望んでいるようです。そのため、その者は合戦にて殿の輝しき軍を率いる機会を求めておりますと。雇いましょう。雇うと、あ、任務発令された武士道。武士道の何かの技術を習得せよということですね。大丈夫でしょう。なんつったってあと3ターンで、これ取れるから。一部隊じゃ、あ、なんとか戻ったね。
民心が。免税を外すとこれだもんな。早く宣教師送んないとな。ここまで行ってくれ。なんでわざわざそっちから。神の御光がお守りするでしょう。うわ、すごいデススタックでいるよ。これ裏切られたら終わるな。しばらく内政ターン続きますね。今日は内政だけで終わっちゃうかな。あ、ライオネル・ディ・ソーサがレベルアップしてますね。武人または知将。知将は、熟考と行動は、軍事の知恵をもたらす。この男の指揮下にある全部隊のキャンペーンマップ上での移動速度がプラス 10%。これ強すぎるな。で、武人は、他者を命令するため、男は感情を抑えなければならない。この大将と護衛の近接防御。これを取ることによって、大将は死ににくくなるが、大将以外は、特に、ステータス変わらないんですよね。知将を取ると、この男が率いる、このユニット全部の、このマップでのね、歩く速度が上がるんですよね。もうこれ、そっちを取るしかないでしょ。それ一択でしょ。取りましょう。配下には、何つけようかな。陶芸名人。完全な茶道への第一歩は、いい茶碗。大名の名誉プラス1。このゲームやり込んでないんで、大名の名誉が何を意味しているのかわかんないんですよ。博士。中風と梅毒は、どのような刃とも同じぐらい確実に男を殺すでしょう。自然が原因の死亡の確率。このゲームって自然で人が死ぬってことがあんの？あ、おっしゃった。まあいいや。死ぬよりマシでしょ。死ななかったら何でもいいよ。お使い申し上げましょう。殿、いかにも。いかにも。これだな。チャペルを、ミッションなのかな？にアップグレードしようかな。子羊には羊飼いが必要なのです。これによってキリシタンの幸福度がプラス1され、この建物による町の発展がプラス 4%。そして、近接する国にキリシタンを広めることができると。我々はさ、攻めるよりもさ、各都市にチャペルを建てていって、攻める頃には、すでに周りの国がキリシタンに改宗しているような状態を作ってから攻める。まさに文化戦争。文化的な侵略を行った方が楽かもしれませんね。ということで、このミッションを立てましょう。ターン終了ですね。ああ。殿ご命令よ。船戻しましょう。ワーシー・ブライディ。忠実な家臣がその娘の縁談を申し出てきました。お、ライオネル・ディ・ソーサじゃん。この男は花嫁として彼女を受け入れるだろうか。名前は何だ。原倉も今。どう見ても、君南蛮人じゃないの。陸戦防衛時の指揮。これ取るしかないな。これ最高だろ。ライオネル・ディ・ソーサの息子の顔を俺は見てみたいよ。喜んで。以前どうだ。もう免税いいだろ。免税いらないですね。キリシタンもう 39.7% だぞ。すごいな。すごい勢いで、神仏集合消しにかかってる。ほんと内政しかないですね。つくしは今どういう状況だい。キリシタンが 28.5% か。でも増えつつあるんだね。ここは
極めて秘天な土壌ですね。これアップグレードする必要あるな。1950か。次のターンはこのつくしの農場をアップグレードしましょう。ターン終了。ちょっと待ってくれ。お呼びだ。大内家を見に行ってくれ。まあ来たとしてもこれは跳ね返せますね。この量だとね。大内家が他と戦争してる場合もあるな。相良と戦ってるんですね。あとは天子、あ、天子ね。天子ってあの四国じゃなくてこの中国地方のでかいやつでしょう。毛利家は天子を潰したんですよね。すごいと思うよ、あのでかいの。で、森本さんはつくしにしまっておきましょう、しばらくの間は。参ります。参れ。ターン終了。この朝鮮、これ朝鮮かな、違うよね。この辺りの交易品も取りに行きたいんだけどな。防衛できるかどうかが謎。今我々そんな余裕がないから。なんだこれ、なんか気持ち悪かった今。蜂の子かと思った。さあ極めて秘天な土壌を開拓していきましょう。富の源泉、それは穂が一面に実った田んぼである。私はしつこく相良と交易協定を結ぶことを申し出る。ダメでした。相良のパワーが強になったぞ。一体何がどうなってるんだよ。相良別に国力増えてるようには見えないな。内政で強くしたんでしょうね。ターン終了ですね。殿、海が呼んでおります。海が呼んでおる。もう一個交易船作ってみようかな。でも抑えられてると思うんだけどな。任務に成功。あと4季節1年、武士道系統の習得速度が上昇したようです。じゃあ何取ろうかな。やっぱ槍かな。槍重要だよな。弓の道、弓とかもうこれマスケットでいいもんな。槍の道かな。新たに徴兵される全槍部隊の経験値プラス1、これ強いんですよね。これ織田家でやった時はもうこの槍の道が非常に強かったな。我々のパイクマンコスト高いな。本当に強いんだろうけどね、これめちゃくちゃ強いですね。強いけど織田の槍足軽の方が強いような気がするんだよな。どうすっかな。俺ってこう何番交易庫を作ったっけな。作ってないな。これを作ることによって何番貿易船が作れるんですよね。半端じゃないよ、あの強さは。あれ今俺持ってんのがそれじゃないの。まあちゃんとキャラベル、これ何番交易船でしょこれ。どうすっかな。あ、何番交易船ではないか、ただの交易船かな。何番交易船を作れば民心をキリシタンに回収させることができるな。って
ということで、肥前のこの港に南蛮交易船を作るか。で、それまでお金貯めましょう。あ、違う。まず港にアップグレードしないとダメだ。ターン終了ですね。今、平和ですから、今のうちに一気に内政しないと。一向一揆と上杉、二つの偉大な士族間同盟が崩壊した。お互い仏教ですよね。一向一揆とは一体どんな仏教なんだよ。まず港ですね。水軍の伝統か。関税による交易収入。まだ俺、相良と交易結んでないからな。あ、ちょっと待って、相良が、驚異的なデカさになった。あ？あれ？違うな。相良が弱くなったな。なんだこれ？ちょっと待ってくれ。我々の？この緑は何？大内家だな。あれ、大内家ってさっき俺のこと敵対してたよね。なのに結構、緑になってるな。よくわからんな。大内家と相良家が争っている今のうちに、我々は内政していきましょう。どうすっかな。ターン終了ですね。ハルバーディアーズ。ハルバードってなんだっけ。槍みたいな斧だっけな。そんな感じがする。ダークソウルでそんなのありましたよね。ですね、まだ2800回、あと一旦ターン終了しないとな。次4000ですね。これで南蛮交易港を作れますね。弓の道を研究完了しましたね。さあ、それでは金4000貯まったんで、南蛮交易港を作りますか。ここではない、こっちだ。とりあえず作ればなんとかなんじゃないのか。作ってから考えよう。全都市に南蛮交易港を作っていきましょう。で、お金がないのでターン終了です。税収上げようかな。税収って上げられるよね。つくしどうなってんの今。つくしのキリシタンはまだ少ないな。 41% だな。肥前は 75.2% だな。宣教師の力が強いですね、本当に。あれ、なんだ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ、待ってくれ。お、なんだなんだ。つくしに津波。これ東海道53次の、名前なんだ、名前なんだっけ。あれでしょう。この海に面する国は津波に襲われたため、現地の港が損害を受け、生産が妨げられてしまっている。もうふざけんなよ。おい、島津来たよ。ふざけんな、お前ら。島津。普通。パワー普通って書いてあるけど、明らかに、九州を制圧する気満々じゃないか。これやばいぞ。内政してらんなくなったな。じゃあ、雇うしかないな。あれ？二つ、マスケットいますね。何がどう違うんでしょうね。射程がこっちの方が20長いが、射程の短い方は士気が高いんですね。しかも三段打ちができる。これ悩むな。維持費一緒なんですよね。
あ、難しいですね。射程以外はすべて、この、なんて言うんですかね。悪意、とりあえずもうこれを、もうとにかくたくさん雇っていけばいいだろう。で、大内家とは和平を結びたいな。和平というか、軍事同盟。トレードも。お、来た。キデンの提案は実に理にかなっておる。我が殿に代わって喜んで同意しよう。お前殿ではないのかよ。お前誰だよ。ついでに、ミリタリーアクセス。軍事同盟10単ぐらい結ぼうぜ。あ、違う違う、これ軍事通行権だ。とりあえずこれで大内家攻めてこないでしょ。マンズーが来るぞ。ライオネルこっちに移動させて、ドミンゴ・ノブスケいるな、ここ。そうだ、ノブスケいたんだ、思い出したわ。誰だ君は。パレラ・マサタネ。本当に君日本人なのか、マサタネさん。マサタネさんは、ここで徴兵される。マスケット部隊を率いて、後で、肥前に向かってもらおう。それまで何とかして、島津、受け止めないとね。島津、見に行こうかな。今どうなってんだろうな。あ、森本さんレベルアップしましたね。君は暗殺者として成功してもらいたいから、これ任務ですね。暗殺実行時の策略が上がりますね。もう島津、チート4兄弟が生まれてはいけないから、今から暗殺しに行こう。間に合うかな？届くかな？届くかどうかわかんないんで、とりあえずこの辺りまで行きましょう。お呼びだ。お呼びである。待ちたまえ。パイクマン持ってきましょう。ゲスボイスだったね、今。あ、全部持ってっちゃった、間違えた。君たち帰ってくれ。ああ、じゃあ、ターン終了かな。間違いなく島津来るからな。お、なんだあれは。あれ、天子だな。ああ、天子が、天子来たか。天と地。あ、それ研究しなくていいよ。ん？全弓部隊の矢が増加。あ、これ弾の数ですね。これもういいや。どうしようかな。もう島津攻めるときさ、海から攻めようかな。彼らは尽くしにしまいましょう。さらなるご命令は？え、まだまだ赤いの。じゃあこれあれだな、宣教師持ってくしかないな。して私のお役目は。あ、元に戻りましたね。で、陸軍まだ作ってる最中か。つくしアップグレードしたいな。今食料4あるんで、アップグレードして、そこにチャペルを建てないとね。
ついでに肥前でパイクマンだけは生産しておきたいがお金ないな。じゃあ忍者で偵察しに行きましょう。仰せの通り。いませんね。他に何か。破壊工作はいいや。肥前にしまっておきましょう。ターン終了ですね。違う違う違う、そうだった、技術研究だよ。何取ろうかな。内政かな。金が欲しいからね。この国高制もいいかもしれないな。士族全体の税率に 5% ボーナス、ここまで取っとこう。あとは一旦ユニット持ってこうかな。お許し。はい、上様。この三部隊を肥前まで持っていきましょう。光栄の至りに存じます。新しい航路に備えています。陸路だよ。なんとかなりましたね。肥前の仏教徒と彼らがゼロになり次第ね、島津行ってもいいかもしんないな。あ、ちょっと待ってくれ。アマコが来てるんだな。アマコは全く信頼できない。パワーは普通だな。内政するしかないですね。我々は力をつけましょう。あー、お金を貯めなきゃいけないんで、一旦ターン終了かな。パイクマン生産しよう。高性が取れれば収入が増えるので、パイクマン2部隊雇っても今より毎ターンの収入は増えるはずですね。次は、1800収入が入るので、その後この年に南蛮交易港を作りましょう。ターン終了ですね。任務が発令された。任意の人物を暗殺せよ。じゃあ森本さん、肥後行くしかないな。そうなっちゃうと。にしてもまずは南蛮交易港を作りましょう。つくしには港がないんだね。あ、ちょっと待ってくれ。南蛮交易港よりも先にチャペル建てないとね。建てましょう、チャペル。じゃあターン終了ですね。島津が今どっかと戦争してるかな。大内ですね。我々動くなら今かもしんないな。大内と争っている間に我々も島津戦わないとな。今チャンスなんですよね。大内と軍事同盟結べば、軍事通行権も持っとこうかな。20ターン。ダメだって書いてある。同意しよう。そうだな。20ターンの間で、島津潰しきんないとね。ついでに大内家とは、軍事同盟を結んでおこうかな。いや、いいな。軍事通行権があんだから、いらないだろう。攻めに行くしかないですね。問題はね、この城が、アマコが攻め落として、そのまま勢いで、つくしまで来るかどうか。来られたらまずいな。
我々将軍三体もいらないね。正種さんをつくしに持っていきましょう。これだけ我々いればなんとかなると思うんですよね。お金取っておくか。以前もうキリシタンほぼ 100% と言っていいな。それだけでございましょうか。これ落とすなら今だな。今どうなってるよ。今文豪の方にいるのかな。見に行きましょう。備えに移ります。つくしと肥前でパイクマン製造して五島列島でマスケットを作っておきましょう。で今ここにいるパイクマンを持ってくか。もう戦いに備えるか。この全部隊でこの合流だな。ターン終了ですね。あ、ちょっと待って、研究、あ、そうだ、石高製だ。バレたか。カンパされましたね。旗が、あ、大内家、いい展開ですね。我々は大内家と一緒に、この、島津、高久じゃないですか。ちょ、森友さん、高久暗殺してくれ。速やかな死を。いつものやつですね。前見たやつだな。これ、毒の入りの担当で、まっすぐ降りりゃいいのに前飛んじゃって失敗したやつですよね。同じ失敗しちゃダメだよ。なんでお前そうやって前飛んじゃうの。おかしいじゃん。やえ、ここで高久やっとかないとダメだぞ。まきびしぐらい巻いといてくれんじゃん、いつも通り。あ、あれ、今回巻きびしではないんだね。逃げんの上手くなったな、君。もう捕まらないな、君はもう。今日は満足じゃ。無理なことを持つな。じゃあ行くしかないね。戦争だ。おい、大内家、なんで一緒に戦わないんだよ。でも行くしかないですね。やっぱ方位だね。まず方位でしょ。相手が出てくるまで待ちましょう。楽しくなってきましたね。次のターンですね、問題は。島津も結構傷ついてはいるんですよね。ただ大内家が一緒に援軍として参加してくれないと戦う気が起きないな。なんで帰るんだよお前そうやって。なぜ君帰るんだよ。あ、やってきたわ。帰ったかと思ったら来たよ。以下の国を占領せよ、岩見。今日、岩見ってこっちじゃないの。無理言うなよ。そんな無理だよ。さあ、島津、さよならだ。大内、義長さん。大内、義長さんと一緒に、私は、島津を潰しに行きます。敵軍の将は、入り木陰、森冬、入り木陰ってなんだろうね。どういう漢字だよ。もう漢字が想像つかないよね。入り木陰、これ伸ばすのかな、このハイフンは。わからない。あ、じゃあこれニューラインじゃないの。これニューラインとかありますよね。これ入木陰じゃないんだろ、どう見ても。
膝上杉の武者ども、親兄弟のことは考えるな。お家に対する揺るぎないお務めと信心だけを念頭に置け。その先に勝利はある。我らのために送られた。土風が濃すぎて何も見えない。ことよの数こそは少ないが、ただならぬ働きが期待できそうじゃ。あれに見える島津は誇り高き家柄、祖先は不屈の侍じゃった。松江の体たらくを目にしたらきっと涙することじゃろう。体たらくじゃないよ。この城を落とすことじゃ。たやすいとは思わぬが、必ずできるはずじゃ。いざ勝利に向かって前進。我が心は敵の滅亡に捧げ、お主らも従え。余裕でしょう。なんだ、敵一体しかいないじゃん。行こう。敵援軍来ないもんね。まあグループか。ああ、陣形あったんだ。じゃ、松川陣でいいや。松川陣で、とりあえずこの辺りまで行きましょう。ちょ、ラン。ランしてるね。ランしないでいいや。太鼓。お前ら太鼓じゃないだろ、さすがに。かっこいいですね。あ、誰か笛吹いてる。お、いいね。今回はゆっくり聞きながらまったり戦争しましょう。絶対負けない戦争ですからね。あ、ちょっと待って、なんか音が。全然問題ないわ。そうだよーが来たな。名曲ですよ。一体そうなのか、一体どうなんだよ。どうなの。あ、そうなんですか。島津家いますね。あれ、ニューラインって読まないんですかね。入り木インなんですかね、本当に。俺、そうはさすがに思えないけどね。もうちょっと前に行こうかな。もう負けでしょう。降りては来ないみたいですね。降りてくんの？城門を自ら開けるようですね。いや、閉めた。行きましょう。我々槍兵は崖をよじ登るしかない。で、マーチャントクルーはこっち側から登ろうかな。マスケットの出番ないね。今回はこの崖を登っているところをサムネにしよう。あ、もうこれでもいいかもしんないな。サムネにしても結構いいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね。立派な日本侵略ですね。これサムネでいいかな。やりましょう。
敵2体ですからね、負けようがないんだよね。わしの刃を食らえ。登るの待ちましょう。あ、ちょっと待って、戦闘始まったな。マーチャントクルーで背面攻撃をしながら、あーちょっとまずいな、これ死んじゃうな。チャージで死にますね。登りきってないんだよな。全員こっから登ろうとしてるのが間違いなのかもしれない。違う場所から登った方が早いかも。あと1部隊はこれ背面攻撃しよう。もっと倍の速さだよ。全然倍じゃないじゃないか。もっと倍だよ。負けようがないですね。こっちはもう勝ちですね。こっちももう勝ちですね。こっちに至ってあと20人しかいないな。始末の将軍が、これはもう AI じゃない、 UI を消して見てみましょう。いいね。今のはいいシーンだったな。もういいから刺してくれよ。いつまでそれやるんだよ。早送りです。勝ちましたね。よし、今日はこれぐらいかな。死傷者は218ですね。敵軍の死傷者は260ですね。まあいいや、平和的に占領しましょう。インペリアルレコグナイションネーション、我らの功績に関する噂が朝廷に届いたようだ。朝廷って、帝は我らの功績に関心を持たれた。我らが征服を続け偉大なる勝利を、征服、本当の意味での征服だな。偉大なる勝利を盤石なものにするにつれ、我が士族の名声は高まるでしょう。我らは慎重に歩まねばなりません。何と何となれば、将軍はその意向を驚かすかもしれないものを受け入れることはないでしょう。うん、まあ、そもそも我ら侵略者だからね。ということで今回はここで終了しようかな。あ、ちょっと待って、忘れないように。あ、ヒゴ街壊れてないな。うん、じゃ次回はね、どこ行こうかな。あー、ヒューが行くよりもそのまま薩摩とりあえず落としちゃえば島津弱くなるかもしれないんで、
次回その時になったら考えます。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら。